のことを考えてた。見てるかね。哀れな連中のためのサットチューブのようだろう。そういう奴らだ。これを見てくれ。ブランド戦略までやる。うちのサーバーにアクセスした時から追っていた。おい、やめろ。耳元で叫ぶんじゃない。小さな声で話してくれ。とにかく握手以外は済ませてやる。有名なイズールーと協力するよ。巻き添え被害を考慮してね。慎重にな。入道抜き成中どもに人材募集ビデオを潰された。ありえないでしょう。ああ、全くだ。地味シスカの最高傑作を。ああ、嘘だろ。どうするつもりだ。時間があったらハッカースペースに来て最高の仕返しを考えてやる。ほーれ。やり合うつもりよ。 SNS にうちの人材募集ビデオを公開したら訴えると脅して削除させてる。こっちはフォロワーを失いかねない。 DMCA 削除、ムカつく。ムカつくどころじゃない。これは宣戦布告よ。検閲なんて許せない。入道はインチキだ。金持ちどもはエリート主義の無駄な会合に金を浪費してる。チャンスかもな。メンバー以外に彼らの肩を持つ者はいないはずだ。あのインチキ協会をコーンホールしてやる。コーンホール？食べたコーンがたどり着くとこよ。ああ。連中はジミー・シスカの映像を使ってるのが気に入らないみたい。彼から始めよ。奴らの最も有名な広告塔よ。待てよ、あのジミー・シスカだぞ。ガキの頃はシスカメガネとか縦襟とか持ってた。開いた傷口のセリフも全部言える。マジか、俺もだ。ランチボックスも持ってる。超ナイス。しかも新品だ。シスカはやめないか。彼は勘弁してくれ。他に方法があるはずだろ。多分ね。サイバードライバーの撮影で街に来てる。思ったんだけど、彼と話してニュードーンとの関係を立たせたらどう？少しはマシなやつになるかもよ。そしたらまた堂々とシスカ T シャツが着られる。ちょっと待って、コーンホールを動詞で使った？それじゃあ意味が通じないんじゃ。オーケーオーケー、静かに集中しよう。ニュードーンは脅迫記録を残してるはずだ。地元の事務所に侵入してそのファイルを探せばいい。そうだろう。エイトも。地元の仲間を集めて現地で落ち合う。コーンホール開始だ。やるしかないよな。コーンホール。長い間捕食者は宗教のふりをして弱者を犠牲にし傷つけてきた。ニュードーン協会はインチキだ。協会における地位は支援の額で決まる。忠誠心は脅迫と恐怖で得るもの。彼らは自分たちを無敵と信じている。それも終わりだ。
デッドセックがニュードーンの秘密と目的を明らかにする。協力してマスクをつけて勧誘センターで抗議しよう。熱波に書き込んでリーダーに知らせよう。一緒にメッセージを送るべきなのだ。もうたくさんデッドセックは真実を言う。行動を起こせ。マーカス、見せたいものがあるの。気に入りそうか。おそらく30対1で無理と見た。先に済ませた方がいいな。すぐ行く。
2分。